おいす、こんにちは、おめりです。今回はサバさんの編成をお借りして、新魔王チャレンジやっていこうかなと思います。めちゃめちゃ簡単ですラジオはですね、正月ラジオを使った編成なんですけど、セリカの、自動回復ループとチャコルの軽減ループが継続することによって死にません本当にガチ死にませんので、この編成パズルどんだけミスろうが、まあ単発狂はもちろん相手にあるんだけど、それまで踏み込まない限りは大丈夫。1コンボして耐えれる、はい、ボスの攻撃すらも耐えれるって感じですね。ダイオ等の解説はこんなところで書いてあるかなと思いますので、よかったらね、サバさんのツイッター概要欄に貼っておきますので、フォローの方よろしくお願いします。じゃあね、実際に見ていこうかなと思います。はい、じゃあ見ていこうかなというところで、もう一発で行ったらクリアしちゃったので、もうこれを動画にして紹介しようかなと思います。ちょっと僕がひよってる場面もあるんだけども、基本無効貫通1コンボでだいぶ削れます。敵はセリカと最初チャコル打って、であとはラジオ打っても、ただ無効貫通組むだけ、本当にもうそれだけです。簡単、まあ、操作時間とか短くなった時は少し難しいかもしれないけど。で、今回ね、ベリアル、ガンホーコラボのベリアルの上のゴアマガラ武器、僕がスキルレベルを完全に上げきっていないので、ちょっと溜まりづらくなってる点がありますが、まあそこは、まあそんな気にならないけどね、少しスキルダミが入る場面がありますよと。6階層ぐらいかな。スキルレベルはマックスの方がいいかなとは思います。はい、ということで、もう1階層ただ無効貫通組むだけ。2階層も3階層も一緒、無効貫通組むだけ。ひたすらそれ、仮に1コンボしてもいい。なんか、難しいなって思ったら1コンボしてスルーしたらいいし、1回盤面整えて2発目でいくもよし。もうミスが超起きづらいと思うわ。0コンボだけはしちゃダメそれだけ。はい、もう無効貫通1セットでしっかりね、根性を取れるし、でこの後も闇作ってもらって、でラジオは打って、でそのまま無効貫通組めば OK ですね。なので、もう正月ラジオはね、セリカ取ったよって人は正月ラジオは取るのもありなんじゃない？こういうの使えるんだったら結構可能性を感じますよね。無効貫通の倍率が上がったことによって、だいぶラジオみたいなキャラクターは強くなりましたよね。で、ここも、もう暗闇目覚めめっちゃ無視でいいと思う。無効貫通組むだけ。もう特にね、言うことはない解説することはない。無効貫通をつながらないように頑張る。別につながっても OK、 ただ1コンボになるだけなんで。はい、ここもただ無効貫通を2回組むだけで OK って感じですね。で、セリカとかが切れた場合は、こういう打ち忘れがあんまりないように気をつけてください。ちょっと今回打ち忘れてますけど、まあ、敵が攻撃してこないようなターンであればいいんだけど、基本セリカとチャコルはずっとループで。で、4階層ですね。ここは覚醒無効は、ベリアルの上のゴアマガラ武器でやっていきます。で、ゴアマガラ武器を打ったら1コンボしていきます。で、その後に本体のね、ベリアルのスキルを打ちまして、操作時間とかをね、返していきましょう。で、そしたら無効貫通をひたすら組むだけ。まあもう一旦待ってもよかったね。ベリアル打って1コンボして、次で攻撃し始めるでよかったね。まあ別にそこまで大きな支障はなかったので、特には問題ないかなっていうところです。無効貫通1コンボで、まあ、回復もなんか余分に決めてますけど、問題なく抜けますよと。で、5階層ここもね、一緒です。5階層6階層無効貫通組むだけです。ただ7階層にゴアマガラ武器が必要になってくるので、まあ、スキルレベルここでね、マックスにしとけば順調にね、溜まるはずなんですけど、ちょっと僕がね、マックスにしてなかったので、ちょっと6階層でそれに気づいて、少しね、2ターンほどから耐久余分に挟みます。まあそういうのも余裕でできるから、ね、はい。敵の攻撃がまあこんぐらいなんですよ。なんぼ42万とかかな、42万ぐらい4体分の攻撃受けて飛んできて、
で、自分の自動回復がこれいくら回復するの？64万回復してる。意味がわからん。わけがわからない。HP が高ければ高いほどね、自動回復力も上がりますからね。で、ここはね、操作時間ちょっと短くされちゃうので、どちらにしてもね、少し我慢が必要。デリアルのスキルは打たないし。なので、ここでね、ちょっとスキル試してます。ゴアマガラ武器を貯める動きをして、で、そこでね、スキル溜まり次第の突破っていう感じにしてあります。ここはちょっと早送りで。ちょっと操作時間短くてね、無効貫通さすがに 2.7 秒ぐらいじゃ組めなかったんで。はい。で、これで、まずは根性まで取って、ここの小池も言っても同じぐらいでしょ、だって。40何万とかでしょ。はい、42万。同じでしょうね。で、ここもまたね、ラジオを呼んで、まあ、スキルレベル、スキル貯めといて、で、無効貫通で突破と。はい、強いですね。で、7階層は覚醒無効を飛んできます。あ、覚醒無効、うん、消せない状態。両方か。はい、なので、ここはゴアマガラの武器を使って解除して、で、またね、無効貫通組んでいくだけです。ちょっと色が少なかったりしたら、耐久しながらって感じだね。ちょっと今回ね、闇のリットに恵まれていないので、変換されて色が少ないよみたいなことになりがちなんですけど。はい、まずはこれで根性まで剥がして、で、この後、またさらに、色がね、ちょっとなかったので最初は。多分一旦待ちますね。ここ一旦ちょっと組もうかなって思ったけど、少しね、足りなさすぎて難しかったんで、一旦待って、で、無効貫通組んでます。まあ、こういうことができるのがね、強いんですよね。いつでも待てる、本当に。待ちたい時に待てるんで、それがめちゃめちゃ強い。はい、続いて8階層。今回はウィジャスでした。操作時間がね、少し短くはありますので、はい。無効貫通プラス1コンボ、コンボ吸収、引っかからないために必要なんですけど、ちょっとそこはね、操作時間ないので、ちょっと頑張ってパズル力で勝負していきます。で、9階層は、ガネーシャか孫権の、今回ガネーシャが出たので、突破するときにメルエも打つこと。で、あとは、ゴアマガラの武器をね、またスキルレベル貯めといて、スキル上げ、ん？何？スキル貯めしといて、で、打てるようにしてから突破してます。孫権だった場合は、まあ書いてある通りなんですけども、無効貫通一つ組んで一回削った後に、その後は無効貫通プラス吸消し。まあ言ったら全力で突破していくような感じですね。で、10階層です。今回は劉備が出てきました。これは無効貫通組むだけですね。で、大国が出た場合に関しては、毒花火やられるので、ゴアマガラ武器を使っていきます。で、全部多分闇になっちゃうので、そこはなんかうまいこと区切ってくれれば大丈夫かなと思います。まあ、劉備が当たりですね。はい、問題なく突破で。で、11階層。奇跡階層も、まあ普通に自動回復で耐久は効くので、ちょっと強いんかな？自動回復で回復するよりも敵の行動の方が。だからずっとは無理。永遠には耐久できないけど、まあラジオはスキルダメして、で、その後に突破するぐらいの余裕はある。OK ですね。まあ4ターンぐらいかけて突破できればいいんじゃないかなと思います。5ターン目、5回目の攻撃はちょっと受けきれないんじゃないかな、ギリギリ。で、今回はシェリアス、青ですね。水の方が出まして。まあ、どっちにしても属性吸収とかも、メレームの武器がね、ガネーションの方から対応しておりますので、この闇吸収も関係なく、無効貫通プラス、吸光消し。まあ、全力で突破していきます。まあ、縦に組んでもいいし、横に組んでもいいと思います。吸光、どっかつなぎやすいところに。縦で組むなら5-4っていうつなぎ方だね。横で組むんだったら6-3になるね。
はい、これでワンパンですね。はい、OK と。で、13階層は今回シバドラです。ここは無効貫通プラス球空消し、詰まるところの全力を2回やれば OK って感じですね。で、ネプチューンドラゴンに関してはちょっと HP が高かったりするかなっていうところで、無効貫通でね、1回ちょっとだけ削っとく必要があるみたいです。なのでラジオは基本的にここはね2枚打ちするような感じになると思う。2枚打って9個に1セット組んで1回削ると、でまたラジオ温めて、またラジオは2枚打って9個消し2個やって突破と。はい、もうスキルダメが楽楽なんだから。51万ぐらいでしょ、シバトラの攻撃が51万、もうこっちの自動回復ね、さっき見たように60何万とかなので、まあ、こっちの方が10万ぐらい上回ってますね。はい、ラジワが2枚打てるターンでしっかり9個消しを2セット組んで突破していきます。これ2パンって感じだね。はい、ということでなんやかんやあってボス階層で、ボス階層も1コンボ耐久が効くという最強編成なので、死にませんしかも敵の発狂も受け切るっていう、もうやばすぎ。とりあえず最初はね無効貫通で削っていきます。僕がねチキってるのであんまりこう PTC 通りに動いてないですけど、無効貫通まず組んでちょっと削る、その後に無効貫通プラス急行消し2セットでもう全力で半分まで削る、でさらにもう一回それをやって、まあ、3パンが多分理想なんだろうなっていうところですけど、ちょっと僕がね本当にこれ削りきれるんかなっていうのが怪しくて、なのでちょっとずつね削ってます。まあこっからね急行消しで一気に持っていきはするんですけど、はい、無効貫通からの今度2セットでこれで半分まで、ジャスト半分ぐらいですね。これでまあ攻撃ダウン食らってるとまた話が変わってくるんだろうけどね。で、敵の発狂が来るんですけど、ここも受け切っていくと、これが意味わからんぐらい強いで、また1コンボで自動回復で耐久を効くので、これで耐久しまして、で、あ、いけるなって思ったタイミングでラジオは2枚打ちとかしてあげて突破する感じですね。ちょっと僕は無効貫通で少し削っといてから全力でいくようにしてますけど、まあ、無効貫通プラス9個消しの2セットで、おそらくここからワンパンで持っていけるんでしょうっていう感じで、今のは単純にミスですお邪魔ドロップに阻まれてました。まあこれでもねめっちゃ待ててるよっていうのが多分わかると思う。本当に余裕で待てるので、耐久は毒目覚めの毒の落ち込んでも降ってこない限りは死なないので、まあ毒目覚め耐性つけてるし、敵が半分時で発狂するときぐらいしか毒目覚め食らわないので、まあほぼほぼ死なないでしょうね。多分ここでとどめ刺しに行きますね。はい、これで9個消しプラス無効貫通、これで突破していきます。はい、まずはこれで1回目ですね。まあ、2回目は半分時の発狂がないので、まあ、さらに楽かなとは思います。まあ、スキルダメでまずは適当な色を決めて待って、でラジオは立たせといて、ラジオは2枚打ってまた2セット組んでみたいな、まあ、そんな感じ。まあ、順番はどうでもいいかなと思っているので、まず急行消しプラス無効貫通で2セットで全力で削ってから、無効貫通1セットでちょっと削って調整してもいいと思うし、まあその辺は自由なのかなっていう感じで、とにかく敵のミリ残しにね引っかからなければいいかなとは思ってますんで、これ、ね、ちょうど10コンボになるんですよね、こう2セット組んだら。はい、これでまあ半分ぐらいまで削るよと。なのでこっからね、あと無効貫通でちょろっと削った後にもうそのままワンパンドーンっていけると思うので、ここでまたスキル試して、こっからもうノーカットかな、まあ、敵の攻撃を受けながら、多分ね一回無効貫通挟むと思うんですよね、怖いから。こっから2セットでワンパンはちょっと怖いんで、ロック解除はベリアルでやってもらって、でここはね無効貫通だけ組むと思う。
はい、1セットのみでまずちょろっと削っていくと。はい、これでまあ 20% ぐらい削り入れといて、まああとはね絶対いけるなっていう確信の HP ですね。ここまでくれば3割ぐらいしかアイテム残っていないので、あとはまあ様子見て、攻撃ダウンが来たターンはちょっとやめておきましたね。一旦待って、攻撃ダウン以外、まあ操作短縮とか、まあこういうのが来たタイミングで全力突破。ラジオアで、あ、ラジオじゃねえわ、ベリアルでロック解除して、で、メレン武器溜まってたのでこれで操作時間延長もしつつ、でラジオは2枚打って、でも全力って感じだね。まあこんな感じでかなり楽に勝つことができますので、正月ラジオは持ってるよとか、まあ今回あれ使ってるですよね、ディオブランドの武器を使ってたりするんですけど、あそこも、無効貫通武器とかでも、無効貫通バインド武器とかでも代用いくのかなっていうところで、ただディオブランド買ったよっていう方はぜひこの機会にね武器として使ってあげるのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで、これで、まあ、もっと早くいけたかなと思いますが、今回400秒残しぐらいでクリアできてますので、もしラジオ持ってれたりする人はこれでやってみたらかなり楽だと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。